思ったより遅かったわね。で、キリカさんってば。私たちがここに来るって予想してたの？今回の動力停止現象はあの浮遊都市が原因でしょ。直接手出し不可能となれば各地の様子を確かめるくらいしかできることはないはずだから。なるほど。確かにそうですね。相変わらず頼もしい女だぜ。とりあえずこちらの状況は想像している通りだと思うわ。リベール1、動力化が進んでいた町だけあって余計に混乱も大きかったみたい。マードック工房長が頑張ってくれているけれど市民の不安は収まっていないわね。そっか、工房長さん大丈夫かしら。何かお手伝いできればいいんですが。まあ話くらいは聞いてあげるといいでしょう。それともう一つの問題はカルデア水道よ。照明が消えてしまったために通行が困難になってしまったの。うん、私たちもそこを通ってツァイスに来たんだけど。確かに視界が狭くてかなり危険な状況でした。あとはそうね、エルモのポンプ装置が止まって温泉に入れなくなったと聞いたわ。そうなんだ。魔王さんもさぞかし気落ちしているでしょうね。そんなところかしら。さて今度はそちらの話を聞かせてもらいましょうか。グレンの塔で別れた後一体どんなことが起こったの？うん、実はね、なるほど、やはりあれが輝くわ。おそらく彼らに塔を奪われた時この事態は決定していたのでしょうね。はい、おそらくは。そう考えると塔に向かったのは無駄足だったってことか。さすがにへこんじゃうわね。過ぎたことを後悔しても意味はないわ。塔に行ったことで新たに見えてきた事実も結構あるみたいじゃない。大切なのはそこから何を見出して未来に生かせるかよ、キリカさん。というわけで早速通信機を直してもらえるかしら。より良い未来を導くためにもね。わかった。それじゃあ早速ゼロ力場発生機を設置します。これで完了です。さすがラッセル博士、いい仕事をしてくれたわね。あなたたちもご苦労様。さすがに助かってしまうわ。どういたしまして。お役に立てて何よりです。さてと、これで全ての地方支部の通信機が直ったわね。それでは各地の状況と合わせて任務の報告をさせてもらいますね。お疲れ様。これでようやく迅速な対応ができそうだわ。他に手伝うことはありませんか？レイストン要塞が近くにあるから治安の方はそれほど問題ないけど、一応掲示板はチェックしておいて。あと余裕があったら中央工房やエルモの様子を確かめておくといいでしょうね。何か困っているかもしれないし。うん、わかったわ。心に留めておきます。
仲間を呼び了解よ。すぐに連絡して。早速連絡が来たみたいね。こちら遊撃士協会サイス支部ですが。ああ、あなただったの。こちらも今しがた治ったばかりでね。ええ、そうよ。ちょうど目の前にいるわ。私たち？どうやら話がありそうだね。うん。わかったわ。本人たちに伝えておくわね。こちらの状況についてはまた後で連絡させてもらうわ。そうね。お互い頑張るしかないわね。キリカさん、どこからの連絡だったの？オート支部のエルナンさんよ。何でもアリシア陛下があなたたちに話があるらしいわ。グランセルによったら王女を訪ねてほしいですって。女王様が？そりゃ驚きだな。一体何の話なんだ？詳しくは聞いていないわ。ただ動力通信では話しにくい内容みたいね。通信では話しにくいこと。そっか、動力通信だと傍受される危険があるから。どうやら機密性の高い話があるみたいだね。ただ今すぐ来てほしいというわけではないみたい。オートに立ち寄ったらでいいそうよ。そっか、わかったわ。檻を見て訪ねてみます。そうだね。兵隊さんが定期的に巡回に来てくれてるからそれほど危険はないんだ。あえて言うなら何とか温泉に入れるようにしたいところだが。はぁ、あんたたちに言ったって。でもせっかくだしちょっと任せてみる気はない？遊撃士ならではの解決ができるかもしれないし。エステル？おお、そりゃまたどういうことだい？そうね。まずはポンプ室の鍵を貸してくれると助かるかな。ああ、そりゃ別にいいが。ティータ、せっかくだからポンプ装置の様子を見てみない？何か思いつくことがあるかもしれないし。あ、うん、そうだね。なるほど、そういうことか。たく、しゃあねえな。それじゃあ決まりね。
ンプ小屋に行ってみましょう。やっぱり完全に止まっちゃってるみたいね。旧式の装置とはいえオーブメント駆動だからね。動力停止現象の影響を受けずにはいられなかったみたいだ。でもポンプ装置って結局あそこの源泉からお風呂までお湯を届けるだけなのよね。なんとか他にも方法がありそうな気がするんだけど。さすがに桶で汲んで運んでくるわけにもいかねえだろう。やっぱ何とかしてこの装置を動かすしかないと思うかな。そういえばゼロ力場発生器はこのポンプに使えないのかしら。ちょっと難しいかもしれないね。博士の話では両手で持てるくらいのオーブメントに限定されるそうだし。そっか。ティータ、どうしたの？しまったか。最近のものと違ってそんなに複雑な動力機構は入っていないみたいだから、こことそこと向こうをうまく連結しちゃえば。あ、動力停止現象が終わったらすぐに元に戻せるようにすると、なんとかいけるかも。ひょっとしたらポンプを動かせるようにできるかもしれません。え？まさかゼロ力場発生器を使うのかい？そうじゃないよ。お兄ちゃんも覚えてるでしょ、内燃機関のこと。あ、内燃機関って前に工作機械を動かした？うん、ポンプ装置は工作機械と同じで複雑な機構は使われていないから、オーブメントで動かしていた部分を内燃機関で動かすことができればそのまま動くと思うの。なるほど、それは盲点だったね。で、その内燃機関はどこに置いてあるんだ？確か発着場に保管されたって聞きました。整備長さんに聞けばわかると思います。発着場にいるグスタフ整備長ね。そういえば内燃機関を動かすには燃料が必要じゃなかったっけ？ガソリンのことだね。前の時みたいに中央工房の地下で聞いてみるといいかもしれない。お前たちか。相変わらず忙しそうじゃねえか。そういう整備長さんもね。お疲れ様です。まあ忙しいことは忙しいが、苦情への応対がほとんどでな。実際にできる機械いじりはバラして油さすくらいが関の山だし、いい加減うんざりしちまったぜ。それは確かにちょっと悲しいですね。私が棒術具を思う存分振り回せないのと同じような感じなのかしら。まあ似たようなもんだろう。それはともかく、なんか用事でもあるのか？はい、実は。なるほど、
いいところに目つけやがったな。どうせ単純な機械を動かすしか役に立たない代物だから持っていけと言いたいところだが。何か問題でもあるのか。それがね、間の悪いことにまた王国軍に貸しちまっていたところだったんだ。この前アルセイユのエンジンを乾燥した時にな。そうなんだ。じゃあレイストン要塞に保管してあるんですか。まあそうだと思うぜ。すまねえが持っていくんならそっちに問い合わせてもらえるか。何しろこんな状況じゃ通信機で連絡もできねえしよ。うん、分かったわ。こちらの方でレイストン要塞と連絡を取ってみます。何かあったのかしら。うん、実はね。それはまた遊撃士らしい仕事をしてるわね。要塞の通信機も直ってると思うし、早速問い合わせてみましょうか。もしもし、こちら遊撃士協会採取支部ですが。そう、なるほど、事情は分かりました。そのように伝えておきます。結論から言うと内燃機関は要塞にないそうよ。どういうことですか。ちょうど中央工房に返還するために警備艇の一隻に積み込まれたらしいの。その警備艇が動力停止現象でトラット平原に緊急着陸したらしいわ。ああ。なるほど。そういうことかよ。それじゃあ、その警備艇にいる兵士さんに頼めばいいんですね。そうなるわね。警備艇はトラット平原のどこかに着陸してるはずだから、探してみるといいわ。おや、君たちは。私たち遊撃士協会の者なんだけど。そうか、あの騒動ですっかり忘れてしまっていたよ。確かにその内燃機関ならカーゴスペースに保管してある。リノ、手伝ってくれ。はい、さあ。いや、またしたな。うん、確かに受け取ったわ。お手数をおかけしました。何、こちらこそわざわざ取りに来てもらって申し訳ないくらいだ。しかしこの危機的状況で温泉に入れるようにするために行動するとは、やはり遊撃士というのは我々とは行動基準が違うらしい。すみません、この大変な時に。いや、別に皮肉を言ったつもりはないんだ。我々にとって動力兵器が使えないというのはひどく不安を誘う状況でね。いかに敵に対処すればいいのか、そんなことばかり考えていたが、少しは君たちの余裕を見習うべきなのかもしれないな。私たちはその好きでやってるだけだし。
実際俺たちだって何をすべきか迷ってるところでな。お互い手探りをしながら見極めていくしかねえだろう。ああそうだな。しかしこんな状況だからこそ心のゆとりは大切かもしれない。エルモ温泉の復活ぜひとも頑張ってくれたまえ。あ、はい。うん、任せといて。さてと、これで内燃期間は OK ね。あとはガソリンだけど、前の時みたいに中央工房の地下に保管してあるかもしれない。まずはそちらを確かめてみよう。うん、了解。なんだ、ティータちゃん、何か用事でもあるのかい？うん、実はね。はあ、そりゃ大変だね。エルモの温泉はよく行くし、なんとかしてあげたいけど、ちょうど間の悪いことに備蓄を切らしているんだよ。そうなんですか。困っちゃったわね。誰かいるのかね。あ、工房長さん。ティータ君、それにエステル君たちか。地下の方から声がするから一体どうしたのかと思ったが、また何か事件が起こったのかね。なるほど、そうだったのか。しかしガソリンといえば、1ヶ月ほど前に共和国方面に注文した覚えがあるんだが。本当？1ヶ月といえば、届いていてもおかしくないですね。でも工房長、僕のところには届いていないですよ。いや待てよ、急ぐ必要もなさそうだから海上便で注文した覚えがある。海上便というと飛行船じゃなくて普通の船を使ったのか。ああそういうことだ。そうなるとちょうど今頃届くくらいの計算になるから。おう、ひょっとしたらルーアンで荷下ろしされたままになっているのかもしれない。なるほど、動力停止現象のせいで流通が麻痺していますからね。ということはルーアンの鳩場に行けば手に入るのね。うん、その可能性は高いだろう。ちょっと待っててくれ。その紹介状をルアンの鳩場の担当者に渡すといい。もしガソリンが届いていたら君たちに渡すよう頼んである。ありがとう工房長さん。ありがとうございます。すみません、わざわざ。なーに、博士ほどじゃないが、私も割と温泉には行く方でね。財津地方を預かる身としてもせめてこれくらいはさせてもらうよ。さてと、私はそろそろ自分の部屋に戻るよ。処理しなくちゃいけない案件がそれこそ山のようにあるんでね。そっか。あのあまり無理しないでくださいね。はは、君たちがポンプを直したら温泉にでも行かせてもらうさ。それじゃ失礼するよ。
何かご用かな？はい、少しよろしいでしょうか？うん、公安区の責任者は確かにこの私だが、この件についてはハーグに聞いてもらった方がいいな。ハーグさん？ああ、うちの港で荷さばきを担当してる男でね、この堤防の奥の方にいるはずさ。了解、奥にいるハーグさんね。早速行って話してみます。ご協力ありがとうございました。ああ、気をつけてな。慌てて海に落ちんようしてくれ。ちょっといい？あ、なんだい？ガソリン。ああ、確かに届いているよ。サイスに送ろうとした矢先にこんなことになっちゃったから、倉庫で保管したままだけど。やった！早速引き取らせてもらっても構いませんか？別にいいけど、結構な量だぞ。全部持ち運ぶのはさすがに無理だと思うけどな。そうだな。ま、とりあえず俺たちが持ち運べる分だけでいいだろう。とりあえずこんなところか。はい、それだけあればしばらくは持つと思います。このくらいだったらなんとか持っていけそうだな。さてと、また必要になったらいつでも声をかけてくれ。ま、その前にこの状況が収まるに越したことはないがね。うん、全くだわ。お手数をおかけしました。これで材料は揃ったけど、早速エルモに戻ってポンプ装置の改造を始める？うん、私の方はいつでも準備 OK だよ。
改造を始めちゃうね。あ、うん。それはそうと、やっぱり手伝いはいらなかったりする？あー、それじゃあ改造の使用図を用意したから、その通りにパーツを分けてくれる？オッケー。そのくらいだったら僕たちにもできそうだね。じゃあね、付き合うか。よいしょ。うっ、やった。ご苦労様、ティータ。相変わらず手慣れたもんだな。まだ動くかどうかわかりませんけど、早速テストしてみますね。ポンプ装置のローターが回り始めたみたいだね。まさか本当にポンプを動かしちまうとはね。ありがとうよ。これでみんなに思う存分風呂に入ってもらえるってもんだ。お役に立てたみたいでよかったわ。ま、9割くらいはティータのおかげなんだけど。そんなことないよ。お姉ちゃんたちが必要なものを探して運んでくれたから改造することができたんだし。しかし今回はいろんなところを行ったり来たりさせられたぜ。これも動力停止現象の弊害だな。そうですね。テクノロジーの機能不全は、それに立脚した社会に対して深刻な影響を与えてしまう。このままだと事態は悪化する一方かもしれません。ヨシュアお兄ちゃん、まあそんなに悲観的になることもないわよ。動力が止まってたって、こうしてポンプも動かせたんだし、人間やろうと思えば何だってできるんじゃないの？エステル。いいこと言うじゃないか。とにかく今回は本当にお疲れさんだったね。早速一番風呂に入って旅の疲れを落としてくるといい。そうだ、私の家に伝わる効果てきめんの薬草茶があるんだよ。風呂上がりにでも飲むといい。あんたたち、今回はお疲れさんだったね。おかげで宿も普段通りの営業ができるようになったよ。お客が戻ってくるまでしばらくかかるだろうけど。
相変わらず忙しく走り回ってるみたいね。で、温泉のポンプ修理はうまくいったのかしら？うん、もうバッチリで、まずは正式に報告をしなくっちゃね。では、報告させてもらいます。思ったより大変だったみたいね。うん、この非常時にちょっと悠長な気はしたけど、でも困ってる人たちを見捨てるわけにいかないもの。ああ、そいつが遊撃士の精神ってもんさ。正しい判断だったと思うぜ。教会規約第2項、民間人の保護の原則ね。その精神に鑑みればあなたたちの決断は正しいわ。堂々と胸を張るべき成果と言えるでしょうね。ありがとう、キリカさんにそう言われたらなんだか自信が出てきたわ。報告は以上です。では、すぐにこちらの方で査定をさせてもらうわ。支払いを受けたいときは改めて報告を選んでちょうだい。報酬を受け取るときはまた報告すればいいのね。ええ、それでよろしく。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。ポンプを動かすことができたようだな。俺もできればエルモに行ってひとっ風呂浴びたいところだが、まあしばらくお預けだろうな。Thank you.
おお、君たちか。温泉のポンプは修理できたのかい？はい、なんとか。うん、もういつでも温泉に入れるわよ。おお、それは嬉しい知らせだ。仕事が一段落したら私も行かせてもらうとしよう。ええ、たまにはゆっくり休んでください。そうですよ。どんな機械だってメンテナンスは必要ですし。ははっ、ご忠告ありがとう。ぜひ。
Thank you.